TKP でね、そうですね、この間ビッグショーがあったわけでございますよ。はい、はいはい、防衛に成功しまして、そこはちゃんとご存知で、そこはしてる、そこはしてる、誰を相手に防衛したんだっけ。ですね、僕のページがあります。韓国の長い選手ですこれで確認すると、確認する前に今言ってた、ちゃんと言ってましたね。そうです、タンク長い選手を相手に強引に成功したわけでございますよ、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい。まあ、あのバックステージコメントとか見てもね、すごく、まあ、タンク長いがチャレンジャーで良かったということをね、浅川さんおっしゃっておりましたけどもね、うん、まあ、手応えがあったという感じですかね、これはね。手応えというか、やっぱ自分がデビューした時のチャンピオンやったから、そこに打ち勝ったっていうのが一番こう心に残ったかなって、うん、ああ、ね、ところも TKP ということでね、うんうんうん、チャンピオンとして防衛戦やって、はい、その TKP でデビューした時の当時のチャンピオンオブストロークエスト系の王者がハンクさんだったんだよ、うん、なるほど。それをですね、こうやってね、うん、自分がチャンピオンになってそれを迎え撃つ立場になったんだから、はい、あ、合ってますね、さすがよ、さすがよ、合ってますよね。それをね、退けたということで、本当に意義のあるタイトルマッチだったんじゃないかな、うん、あ、そうやね、思いますけどもね、うん、はい。ただですね、その後にこちらの方が出てきたわけですね、うん、はい、はい、元はといえば同期でございます、うん、はい、吉田屋が出てまいりました、はい、率直に出てきた瞬間どのように思いました。いや、やっぱりやなと思ったね。来ると思ってました。来るとは思ってた。絶対どっかのタイミングで来るとは思ってたし、うんうん、なんならいつも周年興行、あいつ最近メイン立つこと多いやん。あ、そうですね、言われてみれば、あいつ周年興行好きやと思うからあ、来るとは思ってたけど周年興行好き、やっぱり来たかと。周年興行好きなんすか、この方は。あ、こいつは絶対好きやん。あ、なんかそういうこう、区切りの時にはこだわるタイプなんですか。やっぱメイン張って、やっぱエースっていうのを誇示したいんじゃない。あ、なるほどなるほど。そういうのが丸見やから、もう分かってた、分かってた。あ、もう、あ、じゃあ全く慌てることもなく、おー、来たな来たなとそんな感じ。デビューして3年、3年半ぐらいですかね、今まで3年半でお互い後楽園のメインに到達するというわけですよ、これは。その辺の、まあ今はね、戦う者同士になったからあれですけども、うん、なんかそういう元はといえば、うん、あの同期ということでのなんか考えみたいなのございます。同期というなんかこだわりは特にはないけど、うん、やっぱり自分らがデビューした時から、はい、まあ、ネックス4として、はい、まあ、大々的に海援隊道場で売り出されて、うんうんうん、まあ、いずれは周年興行メイン張るであろうと、はい、まあ、自分も、まあ、なんとなくそういう責任じゃない、プレッシャーというか、ほうほう、そういうものは感じてたから、やっぱ来たる時が来たかなと。それは自分が思えていたよりも早かったですか、それとも遅かったですか。自分が思っているよりは早い。早かった。うん、早かったね。ということは順調に来てるってことですよね、これはね。ああ、まあそういうことなんかな。うん、まあ、まあ海援隊道場のね、今の、まあ、時期っていうのもあるんかもしれんけど、今ってすごい大変な時やと。そうです ね、自分もそう感じてるからさ、うん、はい、まあそこでどうやってこうね、お客さんに新しい景色だったり、こう希望をね、うん、どこで見出すかっていうと、やっぱ僕らがメイン張ってこそやと思ってるから。もともとだってこのベルト取りたいと思ったのはそれでしたもんね。風景を変えたいっていうのがあったからね、うん、それまでこう風景を描いてた先輩からもうね、奪い取って自分たちでこう描いていくっていうのがね、滝沢選手、そうから取って、うん、はい、よっ、はい、まあ、ただですね、吉田選手はやっぱりこう新日本にね、レギュラーで出場したりとかしていて、うん、もちろん気になる存在ではあったと思うんですけど、うん、そういう外での活躍ということでね。ああ、まあ自分もね、もともとプロレスの入りは新日本プロレスから入ってたし、まあ出たいとは思ってたけど、うん、まああいつがレギュラーで今は出てるみたいで、はい、まあ、海援隊道場としてはあいつが宣伝広告塔かなと。あいつはあいつ自身で頑張ってるし、はい、うん、もっともっと広告広報的な役割を担ってくれたら、はい、うん、自分はいいとは思って出て、うんうん、まあこれからもね、まあ新日本に出続けるんやったら出たらいいと思うし、うんうん、その中で海援隊道場ももっともっと広げていったらいいと思ってんねんけど、このタイミングで何やろ、海援隊道場の俺の最高峰のベルトに挑むって、はい、どういう考えで挑んでんのかなと少し思ってて、そこはちょっとまだ見えてないと、うんうん、あいつ自身何やろ、やっぱり自分の団体の一番上のベルトをね、同期の一人に捉えて悔しいんかなっていう、うん、うん、
気持ちが先ちょっと見えたんで、うんうん、あいつ自身ベルトを取ってどうしていきたいとか、はい、まあ、自分やったら景色を変えていきたいっていう、なんかそういうビジョンが見えないというか、あ、そういうのを明確に打ち出さないと、うん、まあ、このベルトは渡せんなと。先に同期に取られたからっていう理由だけで来られてもそれはもう感じるものがないと、うんうん、特にないですね、うん、ちゃんとその取ったらどうするかみたいなのをちょっと提示してもらわないと、うんうん、まあ、確かにそれはまだね、あの綾人選手はまあこれといってあの公言してないんですけどもね、うんうん、いやけどその新日本に出るようになってから綾人選手変わったなと思ってるとかあります？それともあまりその変わったなっていうのは感じません？どっちですか？まあ少し変わってきてるなという現在進行形ですね。どのあたりそれを感じます？やっぱなんかね、少し落ち着きが見えてきたというか、試合を見てた感じも、まあ、堂々としてきたんじゃないかなと。そうですね、うん、いや、まあ、もともとなんかあんまりプレッシャーを感じひん人間っていうのは分かってたけど、はい、まあ、さらにこうでかい舞台でやってるからこそ、そのプレッシャーもいい意味で捉えてこう、うん、アウトプットしているって感じはしますね。それは落ち着いてるのは決してタンク永井さんと組んだからそうなったというわけではなさそうですか？まあタンクはバーターやから吉田が、うん、あいつは吉田のバーターですから。はぁ、吉田についていっただけですから先輩なのに、うん散々ですね、それね。いや、そうでしょう。あ、見た感じそうでしょう。吉田綾人と組んでれば自分もなんかそのまま上がれるみたいな、上がれると思ってる、うん、これは奈良記者俗に言うところの打算ってやつですね。これはそういうことですね、うん、打算でしょうね、これどう見てもね、はい、ああ、そんな人間だったんだ、知らなかったな。じゃあそれではない形でやっぱり新日本に上がってることが経験値となって、うんうん、まあ変わりつつある吉田綾人だと、うんうん、そう思いますね。まあこれね、遡るとですね、はい、その吉田綾人選手は、まあ、同期であったんですけども、浅川さんと最上さんのちょっと遅れてデビューしたんですよ、はい、あのダイナソー拓磨選手と、うん、でそのデビュー戦の日にタッグマッチで当たって、実はデビュー戦白星を献上してしまってるんですね。あ、これはやっぱりもうやっぱり残るものじゃないですか、うんうんうん、そこをどっかのタイミングでやっぱりこうひっくり返したっていうのは常に思ってたと思うんですよね。常々思ってますね、うんうん、でも結果この3年半のキャリアですけど、はい、1回も勝ったことないんですよね。あ、意外ですね一回も吉田綾人に勝ち星を挙げたことがない。タッグとかも含めて？タッグではあるんかもしれへんけど、ええ、いやでも直接の勝利とはないですね。タッグでパートナー間で決まったことあっても直接綾人選手から白星取ったことはないと。はない。あ、これ意外ですね。へえ、うん、いやあ余計に。そうですね、うんうん、余計に取りたいっていうのもあるしね、うん、いろいろ会社からのねやっぱプッシュだったりもこいつは感じてるんで、この人ね、うん、はい、だから、まあ、自分はね何もプッシュを受けないでここまで来たから、うん、まあ、ここは地域で、うん、勝利をあげたい。まあ、確かに浅川さんこう間が月入るという自分の選択で道を切り開いてきた方なので、はい、やっぱり綾人選手のようにこうチャンスをあのたくさんもらうっていうのとは違う、ね、経路でここまで来ましたもんね、うんうん、そこのやっぱなんかせめぎ合いが今度のタイトルマッチ楽しみだなっていう。はい、まあ本当、今周年というね話で17周年になるわけですね、うん、はい、もう火炎隊も旗揚げしても17年、うん、そうですね、4月毎年やってますからね。2002年のねあの日本逆上陸からもこんなに月日が経っておりまして、はい、まあ本当体制も変わってもう本当になんか、まあ、好むと好まざるともう自分たちでやっていかなきゃいけない状況になったということでね、うん、それは逆になんか、うん、自分の力でいろいろやれるっていうシチュエーションにもなりましたからね。まあそうですね、うん、うん、まあ自分がトップに立ったからね、やりたいことは自分でできるし、うんうん、これから、まあ、海援隊道場っていうのも、はい、まあゆくゆくはその何やろ、まあ他団体さんにあったけどなんかロゴを変えるとか、はい、うんうん、それこそ名前変えちゃうとか団体名まで、うん、なんかもうその団体の名前がさ、まあ前のうん、代表さんを引きずってる感があるから、はい、まあ、確かあの方がまあ設立した名前ですからね、うん、はい、まあ、いずれなんかね何かのきっかけで帰れたらなっていう気持ちは僕はある。まあ、海援隊道場っていう名前だけを見るとやっぱりあれがあいつがおって海援隊道場っていう見方があったから、うん、はい、うん、そうじゃなくてもう僕たち、うん、自分たちが海援隊道場僕らの団体やからさ、うん、うん、あいつというフィルターを通して
俺たちを見てほしくないんだ。俺たちをフィルターなしにそのまま直接見てほしいっていう自分の考えはあるから、うんうん、だからなんかちょっとね一新できたらなと、うん、はいはい、そのこれまでの、海援隊道場と自分たちの時代の海援隊道場どのあたりにこう差を見せたいと思っています？差、うん、違いですね、まあ、違い、うん、一番の自分たちならではのっていうのは、ああ、うん、まあ自分たち、まあ、が見せていくのはまあまあまあ理念的には多分変わらんと思うんだよね、はい、やっぱ基本に忠実でやっぱ、うん、もうプロレスのね、本当に本流の原点というものを見せていくんがもう僕たちの仕事やと思ってるから、はい、うん、なんか今流行りのなんか、なんやろ、派手な飛び技ばっかりとか派手なね、うん、技ばっかりの試合じゃなくてさ、うん、もっともっとレスリングを忠実にやっていって、うん、まあ、そこはね、いやもうそのそれまでにあったものを継承していきたいと思ってるし、うんうん、で、かつ、うん、もっとね自分は思うんは、なんか海援隊道場、今の選手自身もそうやけど、なんか体ができてないというのはすごく常々感じてて、うん、もっと体を作れば、もっともっとプロレスが幅広がると思ってるから、うん、うん、もうそういうなんか根本の体作りだったり、技術面だったりを変えていって、うん、それを、それ変えた末に、なんか海援隊道場として新しいものを見せれたらなと。確かに体つき一つ変えるだけで全然イメージはガラッと変わってきますからね。そうですね、うん、それは一人一人の姿勢になりますよね。うん、一人一人の姿勢やし、やっぱり自分たちがなんか後輩とかにどう見せていくかっていうのも問題になってくると思うから、そこら辺もちゃんとしっかりしていきたいなと、うんうん、すごい真面目やね、うん、でも今ねこう SNS とかで発信するツールがあるけど、はい、まあなかなかね僕もそこまで使えへんから。あ、そういうものなんですか。だからまあこういう機会を設けてくれて嬉しいかなと。いやいや、もうバンバン、もうこれからバンバンちょっと出ていただきたいです本当に。まあそんな後楽園ホール大会でですね、ストロンゲスト系タッグ選手権試合も行われ、そしてもう一つ豊島国を復帰戦と豊島国を吉野幸太郎ダイナソー拓磨対真月選抜メンバーとなっててですね、あ、まあ豊島さんの去就がちょっとめちゃくちゃ気になるんですけども、ちょっとね自由にさせすぎて、はい、なんやろ、ダイノストーンじゃなくて何やったっけ、ハッピーダイサーカス、はい、ハッピーダイサーカスの方が楽しくなってきたんじゃない、あいつを。あの最初にハッピーダイサーカスの2代目団長になるって言った時に、うん、まあ割と真月の皆さん、まあまあまあいいんじゃないみたいな、腹減ったら帰ってくるぐらいのあれだったじゃないですか。いよいよ対戦することになっちゃいましたからね。まさかね対立するとはね自分も思ってなかったから。どうしますこれ。まあこっちはこっちでね、真月でどんどんなんやろ、選抜メンバーって選抜、まあ、出してるからこそね、大体分かりますよね、これ選抜メンバーだって。もう分かりやすいかもしれないけど、はい、まあ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 用意しとくよ。ああ、でどうするんですかこの試合以下によっては、うん、今もう一応真月に席はあるんですよね、一応あるという感じやと思うんやけどね。はい、うーん、あいつ自由にさせすぎて2ユニット同時所属ですよだって確かにそうだね、はい、あんまり聞いたことないよ、2団体同時所属は今まであったけど、はい、そうですよね、1つの団体で2つのユニットに所属してる人間って、うん、あの井口浩太でさえやったことないからね。そうですよね、はい、入れ替わることができるってことですか。そうそう、そういうことになりますよね。だから、え、じゃあこれ場合によってはそのままもう帰ってくんなっていうことになるかもしれない。まあどうなるかね、うん、あいつ自身に任せるよ。え、リーダーご自身は豊島選手でいた方がいいと思います、それともどっちなんですか。ああ、自分はいた方がいいと思うね。やっぱいた方がいいですよね、うん、戦力にもなりますしね。いや、戦力にもなるし、豊島国を苦手としてる選手たくさんいるから。そうですね、相手を味方につけておくことがもうまず有利な。いや、そうですね、確かに確かに、はい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 、うん、確かに、巻き込んだ方がいいわこれは、うん、敵にするよりは、そう味方の方が絶対ね、はい、うん、それは言ってるな。その理由で一応とどめといた方がいいと。そうやな。いやー、けどこれね、試合なんで試合の行きによってはどうなるかわからないからね。そうですよね。もしかすると豊島さんがもう真月を離れるという可能性ももちろんゼロではないので、あ、まあこれちょっと注目だなと。あ、え、あの後コミュニケーション取ってるんですか、そのハッピー大作戦行った後か。いやー、全然
全然出ないね。控え室に戻ってもすぐどっかいなくなるし。どっかいなくなる。話しがいにも程がありますね。それで。だから全然。あ、じゃあ何を考えてるかが。うん、わからない。わからない。うん。あじゃあ豊島さん本人が何かのこうアピね、あの意思をアピールするかもしれないし、うん、そこでなんか俺はもうハッピーダイサーカス一本でやっていくって言っちゃったらね、もうそれはもう受けざるを得ないですもんね、それでね、うん、それでも帰ってこいって言います、いいから帰ってこいみたいな、いやーでもビルマの盾事みたいに帰って帰ってこいってでもね、帰ってきてほしいけどね自分はね、さすがのリーダーも豊島さんまではちょっと制御不能だったと。制御はちょっとできないね、できなかったねこれね、歴代リーダーがね、あの苦労するとこって毎回これなんだよね。豊島さんを制御できないっていうことで、うん、まあ、あのタンクさんもそうだし、まあ、あの佐藤由紀選手は光の速さで終わっちゃったからあれだけども、真月のリーダーになるってイコールそういうことなんだよね、豊島国を関連で苦労すると。そうやな、そうやね、今身をもって、はいはいはい、そうやから身をもってけど、まあ幸いなんだこの試合に絡んでないことですねタイトルマッチがあるから。確かになんかもう最近ね、自分は個人闘争ばっかりやから、うんうんうん、まあ真月のユニットとしてあんまり活動できてないっていうのはあるから、あ、まあ、コミュニケーションもあんまり取れてないんかな、うん、あそこはね、うん、ちょっと改善していかなあかんかな。そうですね、うん、3月は長州さん参戦の、K アップインパクト、うん、そして4月は17周年の後楽園大会とありますので、はい、まあ本当この2つでね、あの要は新体制になった今現在の海援隊道場を、うん、まあ、アピールできるんじゃないかなと僕は思っておりますので、はいはい、まあ、その中心に立つチャンピオンとしてですね、はい、いいものを見せていただきたいなと。あ、そうですね、うん、もうこれからの未来が見えるような戦いを、あ、はい、皆様に提示しますんで、うん、はい、チャンピオンになってリーダー変わったことはございますかと。チャンピオンになって変わったこと、はい、そうやな、変わったことなんかその形に出て変わったことっていうのはないんかもしれん、みんながそう感じるのはないんかもしれんけど、はい、自分自身変わったんは、はい、なんか世話になってる店とかベルト持って行ったら、うん、あの無料でご飯が出てくるっていうそれぐらい、それぐらいかなこれはチャンピオンやっぱなってよかったよねこれね。すごいですね、やっぱあるんですねそういうことって。あるいやなんかね、おまけがついてくるとか、はい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 、ちょっとした小鉢ついてくるとかさ、あ、ミックスフライ定食頼んだらあのカニクリームコロッケ1個増えてるとか、そうそんなそんなそんな、これ道場近くのあのココイチとか行くとね、ほんとそういうなるかもしれないよ ね、 あ、これはこういう話聞くとやっぱプロレスラーになった人たちやっぱチャンピオンになりたいと思うもんねこれね。思うか、いや思うでしょ、だって得するんだもんだってあ、今のはいい話、いい話、うん、はい、じゃああと 1,2 個です、はい、はい、タンクの嫁さんは美人だと思いますかとこれあの多分本人は見てないと思うんで本音をどうぞ。あ、まあ美人やと思いますよ。お、ちゃんと、うん、ここはちゃんと立てております ね、 ね、はい、次第何でしたっけ、ミオですよ、ミオ、ミオさんあっての、はい、タンク長いやから、それは言えてるな、うん、それは言えてる、うんうん、それはもうくすがいしようがないっすね、あいつほんまに公私ともにバーターやから、ほんま、あいつどうしようもないからね、本当に。くっついていけばタイプ。うん、ああ。結局ね、以前の真月リーダーっていう名前はどうやったんやろと思うけどね。ああ、そうですよね。実質なんか佐藤とマシモで回してたみたいな感じは。まあそんな感じもありますからね。見えてたけど。どうなの？はい、じゃあこれはいいですね。好きな女性の。あ、女性のタイプ、女性のタイプでございます。あ、好きな女性のタイプ、はい、そうやね、まあ基本自分に尽くしてくれないと、お、自分は生きれないような気がするから。ということは長池とは真逆。ああ、そうやね、そうそうだそうなんだ、そうだ、ね、あそこはどう考えてもあの旦那が、うん、尽くしてるというか、うん、そうやね、あれとは真逆だと。真逆やと思うね、うん、いや自分がね外で動いてうちは嫁に任すみたいな、女に任すみたいな、そういうのがいいから。お、うん、どちらかというと亭主関白なんですか、なんかな、どっちかというと。あ、うん、それでは、まあね、まだ1ヶ月以上あるんですけども、吉田綾人戦に向けての、抱負の方こちらの方お願いいたします。はい、はい、あ、まあ吉田綾人選手、まあ自分と本当にね同期とはいえど
同じ日に入ったんは俺と吉田やねん。うん、でもう入門する前からお前はよく知ってたからさ、うんうん、その点もいろんなことも知ってるし、うん、でもね、まあ、今回こうやって団体を背負って、周年興行で戦うことになったからさ、まあ共に正々堂々正々堂々ああ戦おうや、うん、まあまあ俺は間がつきを背負ってやるけどさ、うん、まあ、お前は何を背負ってくるんか分からんけど覚悟を持ってこいよ、頑張ってこい、覚悟をちゃんと見せろ、はい、ということですね、はい。